皆様こんばんは。本日は2020年4月24日、熊本よりお送りいたしております。ご清聴いただきありがとうございます。今日ちょっとですね、遅れてしまいました。ちょっとツイートをですね、追いかけていたらついこの時間になってしまいました。こんばんは。今日はですね、まずちょっとブログを書いてので、はい、こんばんは。それの紹介をちょっとしたいと思うんですね。まずその前にですね、岩手の妊婦さんのお話をさせていただこうと思います。あれはですね、まあそれはもちろん破水したらどっかが受けないかんのは確かなんですけど、でも今この時期は普通の時期でもね、結構断られると思うんですよ。コロナがなくてもですね。というのは全然何にも分からなくて、破水しました、受けてくださいって言われると、もう妊婦さんって結構訴訟の種になってるもんだからですね、まあ、例えばアメリカの話をしてもあれなんですけど、アメリカの産婦人科ものすごく給料いいらしいけれども、保険料もものすごく高くてですね、というのは一応元気なわけですよ、妊婦さんっていうのは。妊娠するぐらいだからね。で、旦那がいるわけでしょ。で、もしもの不慮の事故によって、福島県の大野町での事故、胎盤早期剥離かなんかで、訴訟になって医者が刑務所に入れられたのもあったんですけど、やっぱり怖いんですよね。出産って大体9割ぐらいは何もなくて、別に医者がいなくても OK なことが多いみたいですけど、やっぱり1割ぐらいがね、1割から2割ぐらいがどうしても医者がいないと母子ともに死んでしまうようなことがあり得ると。です、検診受けててもそうなわけ で、今破水しましたって言われても、じゃああんた何ヶ月ねと、子供は大丈夫かとか、そんな情報全然なくてですね、そんなの引き受けたら病院が潰れちゃうですもんね、正直な話。もう今はだから、もともと慎重になってるところにもうこのコロナ騒ぎがあって、しかも千葉県に住んでた女性でしょ。で、出産は千葉でやるつもりだから、多分岩手には全然受診してないわけですよね。その状態で破水しましたって言われても、はぁ？みたいなことにね、なるんですよね。いや、里帰り出産じゃないんですよ、あれは。千葉で出産する予定だって書いてありましたもんね、日経の記事に。里帰り出産ならまだわかるんですよ。まだね。まだ分かります。それはどっかに行ってるわけですからね。だけども、今里帰り出産を本拠地が千葉にあってできる状況かっていうと、できないと思うんですよね。コロナ抗体反応が免疫できているということではなさそうですよね。で、抗体反応があったとしても、ウイルスを出してないかって言ったら、出してるとも言えるし、出してないとも言えるし、出してるかもしれないということで、ほとんどその個人にとっては、まあ、かかったことがありますよっていうだけで、それで今後かからないという保証はないし、まあ、例えば麻疹風疹の今男性がね、ある一定層の年齢の人が調べるように、無料で調べてくれるように来てると思うんですけど、あれだって抗体価の力量を見ますもんね。何倍かとかね、何倍だったかな、忘れてたけど、126とかさ、19以上なら免疫ありとか、そういう定量的なやつもないとダメで、定性的なやつじゃね、ダメだと思うんですよね。そう、飛び入り出産なんですよ。飛び入り出産でさ、しかも千葉から岩手でしょ。そんなの責任取れんよっていう話だと思うんですよね。だから、まあマスコミもね、その妊婦さんを悪者にしたら今度はマスコミが叩かれるから、ああいうまとめ方にならざるを得ないっていうのも分かりますけど、でももう少しね、医療者側のことも気遣ってほしいなと思いましたね。で、お母さんが岩手にいるのはいいんだけど、でもお母さん出産したら千葉に行く気だったのかな、どういう気だったのか、ちょっと私は分かりませんけど、でもいずれにしても妊婦さんがさ、臨月の妊婦さんが今この時期に千葉から岩手に行っちゃいかんですよね。そう思います。まあ、ただ妊婦さんを叩くのは叩けないからね、
そう、もともとあれなんですよ。いや、違うと思いますよ。お母さんが岩手県で、実家には帰ってたと思うんですよね。でもやっぱり岩手の病院で産むのと、千葉の病院で産むんだったら、多分千葉の病院の方が いろんな意味でいいんじゃないんですか、知らないけど。だからね、これは非常に問題だと思うんですよね。シンガポールの人が日本で出産できるかとツイートされてて、いやはや日本をやめといた方がいいと、安倍智子の議員の国会質問を紹介しました。今の話ですかね。いや、やめとった方がいいでしょうね。でも安いもんね、日本のお産って。そうか、熊本が安いのか。旦那って頼りにならないんで、頼りにならないんで、旦那はね。やっぱり実家の母っていうの大事だと思うんですけど、でもね、岩手とね、千葉じゃね、しかも夜中に回したよねと思いますよね、PCR は。前もって探していないと3位以内です。そうみたいです。しかも広いしね、岩手ってね。臨月に怖くて長距離移動とかできなかった。臨月っていうか、夫婦を見ろだから22週から36週の間だとは思うんですけどね。40万程度の給付金がある。熊本はね、だいたいその辺の給付金で収まるぐらいのお金なんだよね。で、東京100万ぐらいかかるって聞いたんですけど。地方は高齢妊婦などリスク妊婦を扱える病院少ないですよね。違うに、熊本には福田病院っていうのがですね、あって、そこは多分日本で指折りの病院で、年間ね、3000から4000ぐらい出産してたと思うな。1日10ぐらい平均で産んでますもんね。で、そこ3回がね、20人か3、2、30人いただと思うんですよね。ちょっと忘れちゃったけど。そういうマンモス病院はあります。で、あといくつかあるんで、熊本はね、比較的里帰り出産に寛容とは聞いたんですけど、このコロナがあるとね、なかなか難しいですよね。そういう大きな病院はもう断ると思うんだよね。2週間以上こっちにいないと。こういう時、毒親だったら最初から全く当てにしないで、里帰りもせず、自力で産み育てるんで帰っていいです。まあ、最初からあれしてないからね。でもやっぱり一人じゃきついだろうなと思うんですね。臨月間際の妊婦なら移動先の産婦人が狙っとってもリスク回避なのではない。連絡取ったってね、もうダメって言われるのは分かってるからね。ちゅうか、行ったらいかんよね、少なくともね。産む気もないわけですから。宮城、仙台だってなくて、周りの塩釜、多賀城まで行くぐらい。はあ、仙台でないの。1週間ぐらい前の話でした。入院前に PCR ができるかどうか。それと先生の事前体調を見てもらう。いやー、もう無理でしょ、今はね。お断りですね、そのシンガポールからは。いや、都内ですけど50万くらい。100万とかエステオプションがついているとか。ああ、そんなもんですか。でもなんかものすごいランクがあるんでしょ。なんとか、なんとか病院、忘れちゃったけど、正常じゃなくて。なんか、眞子さまからだかなんか産んだとか100万ぐらいかかるって聞いたですけどね。超少子化で子供を産めて言いながらニュースを見てかなり叩いている人がいて、暗澹たる気分になる。いや、でもね、やっぱり今の時期はいかんですよ。産む時期もないのに岩手に行って、たらい回しになっちゃうよね。なっちゃうもん、それ。今は給付される金額に合わせて入院費も上がりましたね。ああ、そうそう、愛育病院ね。愛育病院の先生来てたけどな、なんかもうね、やっぱ東京っていうのはものすごく広いから、妊婦さんがあれでしょ、陣痛になったら電車で移動したりするんでしょと聞いたんですけど、タクシーがね、なかなか渋滞であれだから、もうありえない。田舎から住んでる人間にするとありえない状況で。普通の風邪ですら。いや、診療拒否。そうです。診療拒否してるね、うちもね。いや、普通の風邪、大した風邪じゃなければいいですけども、8度あったらもう見られませんって言いますもんね。産むって決めたら責任ある行動しないと。
タクシーだったと思う。参加ビジネスで行く。ほとんど母体のこと考えて、ね、タイミング難しい。やっぱね、だって自分の体の中にもう一つの命宿すわけでしょ。っていうか今の時代って自分の命だって分かんないじゃないですかね。それもう一人のさ、全然抵抗もできないの面倒見るって、それはストレス溜まるでしょ。まあ、分からんでもないですよ、もちろん。でもやっぱりいけないよね。今は特にいけないんですよ。もともといけないけどさ。と思いますね。じゃあ誰が悪いのって言ったら、もう岩手の病院責めるのやめてくれと思いますね。そう、妊娠はね、だって何にもなくて妊娠でもさ、すごいストレスになって旦那も頼りにならんかったりしてさ、で旦那が今の時期ですよ、まさに飲み歩いてたりしたら、もう奥さんとしては気が気じゃないと思いますよね。産んだら別れてやろうぐらい思ってると思うんですけど、でも多分そんな旦那はいっぱいいるはずだし、パチンコに平気で行く旦那もいっぱいいるはずなんだよね。なんで結婚したのっていう話なんですけど、まあ、そういう、まあね、まあ、いいです、すいません、あんまり言って。赤ちゃん用品までもコロナ対策に狙われていますが、あ、そうそう、あれでしょ、あの、まあ、ガーゼもないし、あとはその消毒用、まあ、消毒いるかって言ったら私は石鹸と水でいいと思うんですけど、でもウェットティッシュとかさ、手に入らないもんね、ダイソーに。マスクも入らんしさ、手袋も入らんみたいな感じ。お尻拭き、うん、そう、お尻拭きはね、皆さん赤ちゃん苦しんだっていうか大変だった思いした方もいらっしゃると思いますけど、あのお尻のかぶれね、あれステロイド軟膏を出すことあるんですけど、ステロイド軟膏はやっぱり使わない方がいいと思うんですよね。でステロイド軟膏よりも実はあの津村の春膏っていう軟膏があるんですよ、保険で出るんですけど、あれがね劇的に効きますね、お尻かぶれには。あので、買うとね、なんかもうちっちゃいので1000円ぐらいするんですけど、保険で痔ですって言えば出してくれるからですね、出してくれる先生はね、もううちはあるんですけど、あれは本当に劇的に効きますね、あのお尻かぶれには。もう信じられないぐらい効きます、漢方薬です。私煮沸してたのでミルトン使ったことがない。ミルトンうちも使ってないね。ハイターがミルトンになるとバカだから。あ、ハイターのことなの、ミルトンって知らない。ニューヨーク市の人口840万、つまり州全体で約270万、市では180万人がウイルスを持ってる。陽性になっても死亡率はかなり低い、1-2% と言ってるけど、わかんないよね、それはね。無症候の人も多いってことでしょ。春光渋いね。いや、春光はね、いや、あれすごいですよ、本当に。ぜひね、あの、赤ちゃんのかぶれがあったら、春光処方してもらって塗ってみてくださいね。カネボウのチューブ入り。あ、そんなのがあるんですか。それ知らないな。私は津村のしか使ったことない。そうなの、カネボウのチューブ入りっていうのがある。陶器と歯根、全然知らない。おしれかぶれにはものすごく効きますね。やけど効くかな、やけど効いた気はあんまりしないんですけど、あれもともとやけどと地の薬なんですけど、おしれかぶれは効きますね。あのなかなか治らんのが、お湯で洗ってあれ塗っときはね、翌日には治ってます。まあ試してみてください。やけどに使います。やけどと痔ですよね、保険病名はね。でもなんか湿疹にも意外と効いたりするし、手のあれにもね、効いたりしますけど、ちょっと匂いが独特なんでね、ダメな人はダメです。あ、確かね、日本人の作った漢方薬なんですよ。市販されてるけど、ものすごい高いですよ、市販されてるやつ。あの、多分保険だったらね、40-50円でもらえるとか、1500-600円するもんね。まあ、市販でもいいですよ、でも。市販でも効かないことはないし、まあいろいろ面倒くささを考えたら、ほいって出してくれる先生ご存知なら出してもらえばいいでしょうけど、どんな匂い、まあ独特な匂いだよね。熱、実の皮膚症状に効きます。ああ、そうですか。バラマイシンってつくぐらいだから、抗生剤だよね。709件で77件、ここ数日は陽性者薄すぎて、うん、
定期検査も高いんじゃないの？東北で大学はね、なんかやってるみたいですよ。密かに。危ないから、やっぱり。ああ、手のひび割れはね、尿素クリーム。なんつったっけ？尿素クリーム効きますね。しゅんこもいいかもしれん。豚の脂の匂い。ポリベビー。なんつったっけかな。ベギンクリームかな。確かベギンクリームだったな。尿素クリーム、そうそう、ベギンクリームっていうのがあるんですよ。これやっぱり女性に、まあ私もちょっと使ってるんですけど、肌荒れの時に。結構女性に、匂いもほとんどしないからですね、安いし。ワセリンもいい。ワセリンちょっとベタベタするもんね。トーンシー入れてたっけ？なんか話がだんだん、全く 全然関係ない話。あ、シウンコ。あ、これ609円、14g。おー。もうこれでもいいんじゃないですか。アマゾンのシウンコ。アマゾンに売ってるかな？シウンコ。あ、売ってますね、アマゾン。802円だ。私、あ、チューブ入りありますね。20g 835円。500g 6200円。あ、そうそう。これそんな高くないね。ダイコーっていうですね。ツムラ出してないのかな。でも 500g なんか使わない。結構いっぱいありますね。シウンコね。まあ、アマゾンでも買えそうです。そんなに高くなくて。失礼しました。ベギンクリームはね、いや、これは尿素クリームのことだからですね。これもあんじゃないのかな。ああ、ないね。ケラチナミン軟膏が軟膏。これだな。ケラチナミン膏は。これで、この辺ですよね。ベギンクリーム。まあ、尿素クリームですよ。そんな安いもんね、尿素クリームはね。匂いもしないし。ベギンクリームってあるのかな。りそうね、ベギンクリーム。ケラチナミン。資生堂10%。まあ、尿素クリーム、まあ、皆さんちょっと使ってみてください。ケラチナミン使ってます。あ、それですよね。クラシエの春光重宝してます。まあ、いっぱい。うん、ケラチナミンのことですね。いいんじゃないですか、じゃ。あ、全然話逸れちゃいましたが、あと今日のブログに書いたのはですね、4日間のね、自宅待機。ボトルのやつは酸化するから普通の人はチューブをおすすめ。よくご存知ですね。やっぱりね、で、プライマリーケア、まあ、これ3月11日に出したプライマリーケア学会の、これも誰かに教えてもらったと思うんですけど、手引き見たらですね、要は、今まで散々インフルエンザの時は早く来て検査しろとか言ってたくせにですよ、4日間ほっとけみたいな話をいきなり出してきてて、これ私非常に頭に来たんですよね。で、まあ、専門家委員会もそう言ってたから、このプライマリーケア学会だけね、言ってたわけではないんですよ。だけどやっぱり、急激に悪くなるよと。数日で悪くなるから、やっぱコロナ怖いという話を臨床見てる先生は言ってるし、あと中国とかでもね、そういう話いっぱい出てるのに、全くその辺を侵食せずにですね、インフルエンザの方が怖いとかっていうことを散々言って、で、検査しなくてもいいっていう割には肺炎の検査をしろだのね、もう血圧が300を超えてしまいそうで、4日間待機の解釈の変更の動画を見れていないそう。見れていないです。300超えるならもうちょっと治療した方がいいんじゃないかと。職場で発熱した人が病院に電話しても、4日間待っても。そうそう。病院も何もできないんだよね、今ね。いや、今大事なのは、
まあ皆さんもそうでしょうけど、コロナかコロナじゃないかを知りたいわけでしょ。でも病院は、まあそのなんか埼玉の病院で自分のところで PCR の機械買ってるところはまあできるにしても、今基本的にね、あの民間会社が野良っていうかさ、私みたいな開業医からとかは受け付けないよなって、なんか知らんけど。で日本全国のやつ集めればものすごい数絶対できる能力はあると思うんですけど、そこがもうストップしちゃってるから、結局ね保健所のやつ、保健所がゲートキーパーになってるわけです。で保健所がうんって言えばできて、うんって言わなきゃできないわけですよね。だからね、もう最初からおかしいんですよ。っていうかもう医者いらんもんね、プライマリケア学会みたいなところがですよ。あの感冒だろうがインフルエンザだろうがほっとけば4日間すれば治るからほっとけと、でもし治らんかったらコロナの可能性があるから、あの保健所に電話しろなんていうね、もうしいやちょっと素人以下じゃないかと思うんですけど、そんなので、そういうの平気で出しててね、それ怒るどころかね、誰も怒ってなかったんだよね。4日サバ読めばいいんじゃないか、そうどういうつもりだろうかとね、そんなことは言ってないと。4日間あのいつも行かない人が4日間あったら、あのそれはぜひ行った方がいいということで、4日前まで辛抱しろとは言ってないとか言ってたけどさ、プライマリケア学会の医者はもう4日間辛抱しろって書いてありますもんね。でそう指導しろって書いてあるわけですから、もうね、もう これ自体私怒った、頭に来たんですけど、そうそう、うちの職場は発熱した人出勤停止です、濃厚接触者もコロナかどうかわからない、どんどん身動きが取る、その通りですよね。発熱したの裏で接触8割減の評価について、まあ接触8割減とかさ、ふざけんなと私はね思いますよね。8割あのだから平均で8割下げ、8割下がってもさ、ものすごくまき散らす人とそうじゃない人がいるわけだから、こんなね数学上のお遊びのことでねやってほしくないと思いますね。プライマリケアの意味、言葉の意味がどっか行っちゃってます。8割ね、シャットダウンせん、もうだからね、あの連休中のやつをシャットダウンするかどうかっていう話今してると思うんだよね、本気でね。というのは沖縄に数万人が行くようになってるんでしょ今、東京とかいろんなとこから。でそこでまたね明らかに飛ばすじゃんね。そう、もうおかしいのは目に見えて明らかに、まだ保健所っていうのが信じられますよ、イケメンとオタク、そうそう、イケメンなの、そうですよ。ちょっとこれブログにせんといかんのだけど、なんかしてないんだよね。 R0 とかさ、連休するかどうかの判断を連休中にするっていうのも迷惑です。観光地は警戒してるよね。だからもう開けなきゃいいんだよ、もうだいたい開いてないもんね、熊本だって繁華街がね。かといってそれに旅行者が来てにぎわうっていうのもね、それは勤めてる人怖くてたまんないよね。もう沖縄の離島に避難している友達がいるが何もないから飽きてる飽きるでしょうな、東京から行ったらね。いや倫理観の問題じゃないと思うんだよな。そうじゃないと思うんですよ、倫理観云々でやってるわけじゃなくて、もう金の検査代がケチったんだと思うんですよね。沖縄の竹富島は住民でないと船に乗れなくなっています。まあロックダウンだよね。いやなんか数万人でしょ沖縄に飛行機の予約が。ノーモア福島、ファックシマ、石垣島みんな困ってるよ、消毒、そうよね。石垣島行ってた人いたけどな、狭いもんね、40分ぐらいで一周できるような狭い島だもんな、車で。コロナ対策専門会議の、そう、コロナ蔓延させてね、自然免疫をつけて、そうすれば検査代も安くなるし、大丈夫みたいな話だと思うんですよね。あとは、4月になればね、暖かくなってコロナなんかいなくなるみたいなやつが基本方針だったと思うんですよね。
家族のうち1人が出歩いてもらってきたら他の家族は引きこもってても意味ない。そう。沖縄終わってるよね。ゴールデンウィークに遊びに行こうという人が信じ、まあでもパチンコに行く人があれだけいるぐらいですから。ね。どこにも行けないからって観光地以外の商店街がにぎわってる写真。うん、これ、うん、見た見た。結構有名ですよね。なんとか銀座でしょ。戸越銀座かなんか忘れたけど。戸越銀座です。飛行機止めないとまずいと思うんだよね。でも穴がね、株価が堅調なんですよね。西浦が全く痩せないのを見続けると、医療従事者が死にそうになりながら働いて、検査拒否された患者が死にかけている時間、飯を作り続けているということが死ぬほど腹が立つ。まあいいじゃないですか、西浦さん。だってツイート今追っかけてる人どのくらいいるんですかね。もうなんか情けないもんね。鎌倉のお寺はこんな時だから神頼みでいらっしゃる方のために時間制限して開けたいっていうのは、まあ金儲けですよね。小さい島は蔓延したら大変。だからもうそこは生き残る人しか生き残らないということですね。岡山県知事、岡山に来たことを後悔するようになればいい。なんかあれでしょ、とて、豊島園かなんかも同じような 広告出したんです。車でならと家族で出かけ、じゃ車でならって車で行ってね、そのまま車に乗ったまま帰ってこないもんね、絶対。だから車で移動してるっていうことは目的地があるっていうことだから、基本的にね、ドライブ以外は。だからまずいんだと思うんですよね。なぜあの専門家たちはヘラヘラしていられるのでしょうか。会見では全然緊迫感がなくて驚いてます。もう私一回見たことないけど、もうだって後期高齢者だもんね。わからないんですよ、私も。でも、まあ、原発の時もそうだったもんな。テレワークで出勤しなくなって時間に余裕が出てきて、サーフィンしたり旅行先でも仕事ができると言って出歩いてる人みたい。何が問題かさ、なんかネトウヨの人とか、まあ、ホリエモンがね一番あれですけど、そんなので、自粛するなんてバカだみたいなこと書いてて、それを鵜呑みにするやつ多いと思うんですよね。やっぱ地方の知事の手腕にかかってますよね。だからもう、バスとタクシーもね、ストップでもなかなかできないもんね。沖縄は正直観光依存で致し方よしだけど、ゴールデンウィーク明けに死の島になりますよね、このままじゃ。あ、トイレで感染するよ、楽しいドライブ。そうか。男性はまだ大丈夫。富山でも休業前のジムに高齢者が駆け込んでました。やっぱね、ダメですよ。ダメ。もうね、特に日本人の民度は私申し訳ないけど低いと思うんですよね。やっぱりね、なんか世界のこととか考える人ってほとんどいないですもんね、どんな職場に行っても。もうね、隣の姉ちゃんの話とかね、なんかそんなことばっかり。偏見ですけどね、あると思う。で、医者もそうでしょ？ね、慶応のなんか研究周囲がふざけてたけど、まあ、彼らは医師の免許持ってるけど、持ってるだけで中身は普通の人と変わらないからですね。本当に。ホリエモンこそ他人と違うこと言わないとフェードアウトするんで息が合ってます。まあ、怖いんだと思うんですよね、あんなめちゃくちゃ言うのは。ほら、犬がキャンキャン吠える犬はさ、実は臆病みたいなやつと同じだと思う。徳島のステッカーどうなんでしょうか。四国にどこか出てたら一緒。これ花粉症マスクと一緒じゃん。香川県 2000で言えばそれが特殊。そうなんです。よく知らないけど、尾根遺産の話も社会の話も大事です。あら、わかんない。先生はライトアップ。いや、あれ全然ね、意味不明だよね、ライトアップって。何よと思う。で、実はね、糖尿病デーっていうのがあって、ブルーのライトでね、ブルーリボンだっけな、なんかそんなので、いろんなところをもともとそのブルーで証明しましょうっていうのがね、11月何日かだったと思うんですけど、世界糖尿病デーに。
ライトアップするのが流行ってるんですよ。多分それのパクリだと思うんですけど。で、まあ、私開業医だからですね、もうむしろ忙しいってなるよりもどこも収入減で泣いているところなんでね、ちょっと違うと思うな。ライトアップなんか意味ないよね。埼玉の知事見たけど、マジで好感力。埼玉の知事は、もう無能無能って出てるから調べたら外務省の役人なんでしょ。そこから参議院になって知事になってるから、責任逃れですよ。で、なんか、あれでしょ、全然ホテルに言ったけどダメだから仕方ないみたいなこと言ってるわけでしょ。全然なんかさ、あれよ、あれと一緒だ、国会議員の神武天皇はいるって言った三原じゅん子だっけ。車に何年から住んでますと貼ってる人がいる。千葉の田舎でも他府県ナンバーの車がいたずらされているらしい。ナンバー変更していない移住者が迷惑しているらしい。習志野ナンバーとかしたくないっちゅうやつでしょ。 最近自治体にでお昼に医療従事者に拍手っていうのをふざけてるな。一定の時間に、市役所で拍手しているって。どうでしょう、医療関係ないよね。なんかあれでしょ、大学の応援団が応援団でコロナ吹っ飛ばすっていうのと同じぐらいのね。あれ昼間に拍手するニューヨークの、そんな拍手するぐらいな金つけろって感じでね。埼玉は知事選の時残りの選択、青島健太と今とどっちがいいかって言ったらどっちも嫌だよね。袖ヶ浦、新幹線、アナ、ジャル、ジェットスター、ゴールデンウィーク前に止められれば移動減らせますと。311で浜岡止められたんだから、まあそりゃ無理だよね。新幹線もアナも JAL もね、もう徳田原に足が乗ってる状況だからですね、埼玉の K1 グランプリと一緒で、ゴールデンウィークまでストップさせられたら潰れちゃうもんね、本当に。いや、ストップされなくても潰れると思うんですけど、これ以上医療従事者が差別されないためには、そういう空気を作った方がいいと思います。十分な施設予算をつけ、そうでしょ？いや、そうだと思いますよ。ちゃんと予算つけて、やるべきことをやって拍手されたら、それは医療従事者だって嬉しいと思うけど、お金もつけずに、ただ拍手だけして頑張れって言ったらね、それは違うよって怒ると思うんだよね、私。そういうことでしょ、要はね。乗車率0%、ガラガラね。アビア空きがどっかに来そう。拍手したりライトアップでは、差別はなくなりません。ケビダント精神。医療者を差別って本当にあるんでしょうか。ありそうだよね。他県民があれしたりさ、なんか長距離トラックの人、子供を差別したりとかさ。絶対音頭取ってるやつがいると思うんですけどね。よその国は何もつけてるか分かんないな。まあ、いや、どこの国も一緒ですよ、でもね。どこの国も一緒。ドイツでさ、お前は中国人って言われた日本人が武漢だろうとかって言われて、頭に来て私は東京だから関係ないって言ったっていう、二重におかしい話ね。1日1人3000円、3000円じゃ安いだろ。1万5万ぐらい出してやるよね。やることやって拍手なら分かる。そう、拍手だけだからアホですと。阿部昭恵がお家に行ったら、いよいよ本当の緊急事態、みんな理解する。医療者差別は、スーパー見てると日本でロックダウンしても失敗しそう。感染を断つという 目的を忘れてる。大体あれでしょ、吉村でしたっけ、大阪の知事。これが最後の踏ん張りどころとかね、ゴールデンウィークについて言ってる。最後じゃなくて最初だろうと思うんだけどね、私。おかしいよね。いろんな意味でおかしいんですけど。私ですね、原発に勤めてたことがあって、福島第二原発っていうのが、3号機っていうのがですね、大変な事故を起こしたんですね。最循環ポンプの破損っていう。で、もうこれ大変な事故だから、もうね、やっぱ1年、
運転できんと。そういうつもりで最初からやればいいのに、もうね、あれめちゃくちゃだと思ったのは、まあ、ポンプっていうのは機械なわけですよ。でもね、電気関係とかその辺はもうそんなの知ったことかで、もうちゃんと普通予定通り終わるような工事をし最後までやったわけですよ。で、予定まで終わりましたよ、立ち上がりませんよと、1年2年止まりましたよ、じゃあ立ち上げますよって、もう一回検査したんだよね。で、なんでさ、その、で、いつもね、2ヶ月後に軌道のスケジュール引っ張って、もうものすごく無駄なことをしたんですよね。もうあれを思い出しますね、これ。封じ込め作戦に失敗してるのに、ロックダウン以外に何がありますか？ロックダウンしても検査隔離ですよね。コロナをマニュアルで当てはめたり、検査数絞ったり、コロナ対応がうまい国から学ぼうとしない、精神科区でそう。村井知事も誠実ではない。あの人はもともとね、原発事故の時に隠せばどうにかなるっていうことを学んでるからですね、最後までダメでしょうね。医療崩壊も想定内。ロックダウンを指揮できる人が首相にならないと、指揮できる人いないでしょうな。女は買い物が遅い発言。まあ、でもですよ、実際デパートの8割方は女性もんですからね。で、ああでもない、こうでもないって言って、買い物に付き合った人、男性はみんなもう一緒に行くの嫌がると思うんだよね。まながち嘘じゃないとは思うんですよ、私。まあ、女性差別だっていう。でも、あれ着て、これ着て、元に戻ってっていうのはよくするじゃないですか。ね、緊急事態宣言自粛、外国のロックダウン、中国以外は効果あんまり出てないですよね。でも、あれでも出てんじゃないんですか。日本の政治家は情緒的な話、台湾の相手。いやー、日本はそんな人いないもんね。自称専門家が出てきて嘘を言い続けるのは原発の時と全く同じ。そう。自称専門家の株、フェーズによってかも。もうね、もうほら、今埼玉でさ、ボロボロ人が死んでるでしょ、自宅に待機して。あれ、岩田はなんて言ってんですかね。どなたかご存知なことありますかね。いまだにまだ自宅で待機して出せって言ってるのかしら。食料品なんかは日頃行ってる人の方が買い物。やっぱ食料品っていうのはね、使う人が見て買わないと変なの買ってきたりするからね。どれがいいかとかさ、でも女性も、まあ、女性でもいろんな人いるんですけど、あっちこっち手取ってさ、なんかそんなに変わらないのにあっちこっち手使って、なんか一ついいのを選ぼうとする人がいるのはちょっと嫌ですね、私ね。もうパッと見て変えようとは思う。そう、女性の買い物。そうだけど、キャベツとかさ、もう見てから買い、あれいちいちひっくり返してさ、見てから買うっていうのは、あれはちょっとやめてほしいの。そんな人ばっかりじゃなくて、そんな人少ないんですけど、でもいますよね、そういう人ね。岩田 V 説の献立決めて買わないと余ってしまう。スーパー一人で、そう、一人で行けっちゅうのよね。議論も長い、議論するかどうかの議論。買い物で男とか女とか言うから、まあでも、いや、まあ、わからんでもないんでね、本音が出たっていうところでしょうね、あれは。原発の爆破弁って、あ、いたね。知らないのに、右往左往して嘘つくの。西浦、そんな、彼とはちょっと違う気がするな。賞味期限の長いもの。でもさ、2、3日で買うとかね。弁当屋のライブ配信見てればわかる。なんだろう、中国では女性が買い物している間、男性が控えている部屋が用意されているアウトレットがついてされました。麻雀をしてる。まあそうだよね。基本的にそうじゃないですか。専門家クラスター作戦失敗。でも NHK ヒーローですか。旦那は財布で荷物持ち。まあそうだよね。
西浦はなんかチャラいもんね。なんか42万人とかさ、兵庫と大阪のどうのこうのはを言ったと思うこともあるんですけど、でも本質がね、なんかその命を握ってるっちゅうより自分の学級のために言ってるみたいな気がして、私嫌いなんだよね。中学生の目が骨肉腫、うわ大変ね。抗がん剤治療中、なんかそれはちょっとお気の毒って。 R がこの人何者なんですかね。喧嘩売ってました、お母さんのことで。 いや、見るのはいいんですよ。でもひっくり返してさ、全部ひっくり返して見るのやめてくれと思うね。これはね、でもね、私ね、R の医学ツイートのやつはね、その一言は正しいと思います。私も同じこと言いましたね。やっぱ PCR の検査してもこれだけ早かったら、多分救命はできなかったと思うんですね、おかえさん。それは多分乳がん治療で照射してたからということで、私は R さんの言ってることはこれはおかしくないと思うんですけど、そうじゃなくてその前のね、 PCR 検査を絞ったことによって市中感染が広まって、今日なんかね、東京で38人、あ、全国で38人の方亡くなってるんですけど、そのうちの1人がおかえさんだってね。それってなんか怖いと思いませんかね。まあ38人っていう人数だけ知ってたらそうですけど、そのうちの1人が、まあみんなよく知ってる人が1人っていうこと。志村さんの時あんまり思わなかったよね。志村さん自体はほら、夜中遊んだりなんたりして独身だしと遊び回ってたから、まあそうかなと思ったけど、岡井さんの場合はそんな遊び回ってるはずはないだろうし、ですごいね、若い頃からずっとテレビに出てるし、性格も良くて美人じゃないですか。で、家族もいてさ、なんか家族が骨でしか会えなくて、全然闘病の時も会えなかったでは、なんか身につまされますよね、本当にね。で、多分そういう人が残り37人いると思って。でもそういうね、なんか感覚は西浦さんの話で全然見えてこないです。42万人で終わりだもんね。あなたの家族もなりますよって、私の祖父母も入るかもしれんから、ぜひそうじゃなくて、じゃなくてさ、42万人は大変ですよって、全人口の何パーセントですよみたいな感じの人だから、多分感情がない感じなんだよね。だからちょっと褒められるとホイホイツイートしたりとかさ、岩田もそうでしょ。なんか自分が出てくるとホイホイツイートして、やったー、私みんなから認められたよみたいなこと言ってるね。みんなが奔走するの楽しんではいないような気がするけど、それでなんかそこで終わっちゃってんだよね。そう、まあ志村けんもそうだけどね、家族も会えなかった、家族の気持ちがね、大和田ばっからしたらもう自慢のね、嫁さんだったはずだし、自分は看取ってもらおうと思ってたはずだったと思うんですよ。まあもちろん肺がんがあったのはね、ご気の毒なんですけど、8割減らしたら劇的に流行が止まる根拠あると思いますかと。いや、そうです。いや、そんなこと根拠ないよ、全然。いや、計算上はなるよ、もちろん。R0 でさ、0.2になったら減るっていうんでしょ。そんないくはず、うまくいくはずないじゃん。例えば、まあ、ほら、いろんな試験問題でね、正規分布で標準偏差っていうのはあるわけですよ。で、正規分布っていうのはどういうやつかって言ったら、自然の分布は真ん中にピークがあって、左右なだらかにこう出るっていうやつなんですけど、まあ、そうなるのは、国語とかね、社会とかそうなりますけど、数学とか言ったらもう全然分布が違うわけですよね。だからそういうのミソもクソも一緒にして偏差値にするのはおかしいとは思うんですけど、それと同じような感じで、だからその数式で調べるのはいいですよ、もちろん。まあこうかもしれない。でもそれだけじゃダメなのに、それだけで言ってるからね、おかしいって言ってるんだよね。そう、数字しか見てないんだよね、その感情。病気、そうそう、病気にのみね、関心がある人がね、やっぱ出世するんですよ。数字だけいじくる人がね。仮想に立ち会えない。ああ、仮想だって、仮想のね、前があるじゃないですか。だ、そこをやっぱりきちっと管理しないといけないから、袋から出したらいけないわけでしょ。で、そのまんま燃やすっていうのはやっぱ遺族がいたら無理じゃないですか。
遺族がいてさ、顔も見ずにビニールのまんま入れられたら、それはやめてくれって誰だって言うと思うんだよね。そういうことで、ほら、時間取っても仕方ないし、仕方ないって言ったら失礼ですけど、時間取れないしですね、そんなことでリスクやったらみんなが被爆しちゃうから、やっぱそこはもう事務的にできるように家族入れないんだと思うんですよね。おみさんは魂が抜けた。もうだって後期高齢者だ。死んでも家族会えないって、インフルエンザの時期は普通にある。いや、そうかな。インフルエンザぐらいいいんじゃないですか。西浦さんたちの計算に政府が振り回だから、振り回されるようなね、政治家だからダメなんだよね。科学的と一見思うけど、あんなのでやってるとか誰もない。8割には何の根拠もない。8割ぐらいなら OK かなみたいな感じ。柏崎で1人感染、計65人。各国、各都市の水グラフを見ても、あれほど劇的にガクンと落ちたの、落ちるはずないやんね。人間は数式じゃないんですよ。遺体管理袋が間に合っていないと思われ。まあ、とにかくね、あんなのはもう事務的にやらないと、家族行ったらさ、やっぱね、骨の拾うのとかさ、時間かかっちゃうもんね、やっぱ。ポンポン拾えないじゃないですか。ね、遺骨を。そうじゃなくて、ガーッともう集めて入れて渡すようにしないと、もうそれ数がさばけないもんね。西浦さん、ほんと軽くて浮ついてて嫌です。岩田さんの黒さから来る、ひがみ根性とはまた別の嫌さ。そうね。なんか、空っぽみたいな感じのね、騒ぎ方だからですよ。だと思うんですよ。深みがないんでしょうね、多分ね。アメリカ、イギリスは抗体検査して、日本もやった方がいい。もう今ね、いや、コントロールついてきたらやればいいと思いますよ。例えばもう東京の検査が1000、2000件で、もう5人とか10人に減ったと。もう先が見えてきたよ。じゃあ、あとどのくらい大事かなっていう時に抗体検査するならいいけど、今、どん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 人が増えてる時に、抗体検査したって誰の役にも立たんと。コロナ患者の遺族、棺桶の上から抱いて泣いたというツイートがあったけど、なんだろう。いやー、棺桶も見れない。定期点検の方が全国から集まってきます。そうそう、集まってきますね。原発のインフルエンザの時期、見舞いに病棟入れない、全館免許者。まあね、ゴールデンウィーク前だから、安倍がプロンプターの読み上げイベントやるかと思ってみましたが、何もやりませんでした。かなり精神やられてる。空き家ピンピンしてないと思うね。外出禁止になってるから。ストレス溜まってると思いますよ。そうなの、もう世間ではゴールデンウィークなんです。いいな、うちは暦通りだからですね。亡くなりそうになったら連絡するけど、中には入れますって言われて。でも、遺体の安置所は行けるでしょ？そうは言ってもね。安置所にも行けないんだもんね。だから死に顔も見れないわけでしょ？ああ、よく頑張ったねって、こう、頬をスリスリすることもできないしさ。やっぱり、ねえ。ましてやね、あれだけ美人で、みんな助けられた。家族がですよ、お母さんって言うこと言えなかったら、そりゃもういつまでたっても泣いちゃおうと思いますね、私。NHK はじめ抗体検査を推している報道が増えて嫌な感じ。その通りですね。でも抗原言ってるから、抗原はまた別だよね。確かに安倍さん会見してもよかったです。でも3密と7割とアビガンぐらいしか。いや、だからね、予算のこと言えばいいんだよね。PCR 検査にいくら払うとかね。まあ、でも決まってないんだよね、もう。安倍のマスクのこと言われるしさ。ロンザの記者がナビタスで抗体検査したレポ書いてましたが、今、それ。なんかそう。なんもわかんないんじゃん。抗体検査でさ、陽性だって言われましたよ。ああ、私昔かかってたんだ。今、人に移しますかね。そうですね。移すかもしれないし、移さないかもしれませんけど、前、どなたかと接触されたようですと。で、今私、もうコロナにかかりませんかね。かからないとも言えるし、かかるとも言えますと。結局分かりませんということで、何の意味もないんだよね、個人的に。だけど、1000人集まった時に、5%の人が抗体持ってたって言ったら、それは意味がある数字なんですよ。だ、そういう意味の抗体検査しかないよね。それやっちゃうと至りなし今日 死んじゃうんだよね。
無作為サンプリングで PCR 検査すればいいので、東京で1000人調べたら60人、医師会でやる。医師会やり始めてるから、無作為、もう今無作為やるような時期じゃないですよ。まだ、症状のある人やらないとさ、症状のある人をほったらかして無作為っていうのは、それはおかしいよね。つらいでか。お骨が家に帰ってたらマスコミが集まってましたね、お母さん。かわいそうだよね。なんかご主人が骨壺ね、抱えてるとこ写真撮られてさ。いや、変異してなくてもかかるんじゃないのかな。なんかそんな気がするな。同じやつにかかるような気がするな。まあ、例えば、マシンのね、抗体の値が高ければいいんでしょうけど、低い、中途半端な力下だったらまたかかりますしね。で、線だけでしょ。プラスかマイナスかだから。それが、免疫に関係するだけ出てるのか、それともちょろっとかっていうのはわからんわけだから。結局、IgM と G をやって、 M も G もやってたら今感染したばっかりですねとは言えますけどね。ニュースを見ると政府は PCR 検査より抗体検査、そうだから集団免疫ですもんね。集団免疫で、いかに金かけずに、病院っていうかそっちの病気側に金をかけたくないと思うんですよね。かけたがってないと。いまだにそうですよね。抗体検査は、抗体検査やりだしても結局何の意味もない、個人にとってね。何も状況は変わらない。乗組員上陸させちゃったらしい。あれ、1月からいるらしいね、長崎に。頭悪いんです。頭悪いばっかりじゃなくて、いいやつもいるはずなんだけどね、アベノバカに関しては。大和田漠さんは部屋の外から死に顔を見たと発言されてました。まあ、それぐらいさす。それぐらいはね、させないとみたいな気がするんですけど。やっぱ岡谷久美子の死亡はかなりね、私個人的に来てる。志村けんよりも結構インパクトあったね。コロナ重症化、息切れが来たし。いや、そういうこともありますよね、もちろん。だって肺炎になるわけ。いや、単にこれ肺炎の症状じゃん。あえて言うほどのことかいなと思いますよね。いや、わかんない。だけどね、やっぱね、一番わかるのは、そんな書いてないけど、この中に呼吸数だと思うんですね。1分間に20回が大体普通なんですけど、18回とかね。これ25回1分間に息しだしたら、それはやばいですよ。パルスオキシメーターね、サチュレーションって言いますけど、酸素濃度はね、あんまり役に立たないですよ。それより呼吸数だったら別に機械いらないからですね。もうやっぱ25回超えてきたらやばいと思っていいと思うんですよね。いやー、だって岡江久美子ね、やっぱ私としても理想の女性になると思うんですけどね。頭もいいしさ、切符もいいしさ、なんか料理も得意。いや、そんなの決めつけんなって言われるかもしれないけど、料理も得意そうだもんね。知らないけど。デブは呼吸数が多い。多いけど、でも20回ぐらいじゃないですか。やっぱり25回超えたらいい。そういうことを書くべきだと思いますね。酸素のやつがあったらさ、そしたらまた酸素のやつも高くて買えないから。呼吸数が25回超えてませんかと。それならストップウォッチってわかるからですね。おかえさん、闘病結構な、あ、そうなの？おかえ久美子、そんなに長いの？私も知りませんけどね。サチュレーションモニターですよね。心拍数。心拍数は、心拍数はあんまり意味がないじゃないですか。乳がん。この乳がんもね、もしかしたら福島関係かもしれないね。
昨年末に初期の乳がんの手術でしょ。昨年末だからそうじゃないの。3日に発症だと長いなと思う。ああ、そういうこと。いや、でも3日で、6日に ICU に入ったからですね。そっちの話ですか。だいたい20日ぐらいかかるというし。去年の年末に放射線やった。いや、そうみたいですよ。去年の年末。力士は感染。いや、力士はね、感染したらやばいっていうのは、なんでかって言ったら、体格がでかすぎて、ちょっとね、医療の手に余るんですよね。で、しかもそれがクラスターになりやすいような生活してるでしょ。っていうか、絶対になるよね、あれね。どう逆立ちだってなると思うんですけど。効果試験契約。そうそう、あれね。あれは血用なんちゃらですから。ちょっとね、ウォッチしとかんといかんですよ。はい、もう1時間近く経ってしまいました。医療器具も、そう、だからそうなんですよ。あのね、総管のチューブの長さとかね、いろいろちょっと問題が出てくると思うんですよね。下手したら血圧測れないもんね、マンシェットで。じってこう腕に巻くやつでさ、ベッドが壊れるかもしれないしさ、ちゅうか移動もさせられない。1、2の3って言ったらさ、普通なら3人ぐらいでできるのが5人ぐらいかからんとできんかもしれないし、 CT 入らない、入らんかもしれないね、ほんと。で、しかもなんか筋肉もあるから硬いしさ、無理だと思うね、なったら。もうですね、1時間経ってしまいました。すいません、また、あんまり関係ない話が多かったですけど、どうもご清聴いただきありがとうございます。